こんにちは、藤井隆です。今日はデニムジャケットをこの秋冬どういうふうに着るかというお話を、させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。で、今日使うデニムジャケットは、こちらの2点になります。リーバイス557サードタイプのジャケットと、ブラックデニムなんですけども、リーバイスの70506と、ちょっとここにねポケットがついてるものになります。どちらもね古着で購入したものになるんですが、こちらを使ってお話をさせていただきます。この2つの、デニムジャケットの、商品紹介とかそういうのは割愛させていただいて、どういう風にねこの秋冬、ジージャンをね、活用しようかっていうお話をメインにさせていただきます。なので、決してリーバイスのジージャン、デニムジャケットにこだわる必要もなく、いろんなね、ブランドさんからデニムジャケットが出ていますので、単純にこうデニムジャケットと何合わせたらいいんだろうとか、デニムジャケットをどう活用したらいいんだろうっていう部分で参考にしていただければ幸いです。では早速始めたいと思います。まず最初にデニムオンデニム、ジージャンとジーパンっていう合わせですね。ブルーとブラック、まずこちらのブラックデニムには、リーバイス501ブラックを合わせております。同じブラックにブラックのデニムコーディネートですね。で、中はセントジェームス、ウェストンボーダー T シャツを合わせて、こちらは白と黒のボーダー柄のものになります。それにグッチのビットロファーを合わせたコーディネートになります。色的には完全に、モノトーンスタイルという形ですが、ブラックデニムはこちらのブラックデニム、リーバイス501のブラックジーンズもですね、黒というより先染めのブラックなので、ちょっと色も落ちてグレーがかった感じのものなので、モノトーンといっても完全なる黒いい格好っていう感じではなく、ちょっとグレーシュな、感じのコーディネートになります。で、中も黒と白のボーダーなんですけども、白い部分の面積が半分ぐらい入っているので、そんなに真っ黒っていう形にはなっておりません。靴は黒いビットローファー、表側のカーフレーザーのビットローファー合わせてるんですけど、ソックスを黒でも良かったと思うんですが、白いソックスをね合わせました。で、足元もよりちょっとカジュアルという風な感じで白にしました。こちらはね黒いソックスでもいいと思いますし、逆にこう赤とか黄色とかグリーンとかカラーソックスをね刺していただいてもよろしいかと思います。デニムジャケットにジーンズ履いたコーディネートなんですけども、シンプルスッキリティで、なおかつこちらはねデニムもジャケットもジーンズも古着のものなんですけども、大人としてねちょっとある程度ね清潔感も大事だと思うので、古着を使ったデニムオンデニムなんですけども、清潔感を出して、なおかつ色合いも2色で白と黒という形ですっきりまとめたコーディネートになります。この辺のコーディネートは非常にトライしやすいと思うので、ぜひ黒いねデニムジャケットとジーンズをお持ちの方は合わせてみてください。続いてこちらリーバイスのサード557のブルーデニムジャケットに合わせたデニムオンデニムのコーディネートになります。デニムがリーバイスの517ブーツカットを合わせております。こちらもね中古のものになるんですけども、こちらのデニムオンデニムも先ほどのブラックと一緒で上下古着というコーディネートになるんですが、これもねやっぱり清潔感って非常に大事だなと思っております。で、なるべくブルージーンズの色に合わせたものを下のボトムスにも持ってきたっていう感じですね。きっちり合ってるわけではないのでセットアップなんですが、なるべくこう色落ちの進行度合いが近しいものを合わせた感じにしております。中に着てる、カットソー、こちらがロシア軍の、スリーピングシャツっていうちょっとヘンリーネックタイプのね、シャツになります。で、靴がオールデンの9901ブラックコード版を合わせております。今年のポイント、これ私の個人的なこだわりなのでトレンドとかっていう形ではございませんので、あくまでも参考程度に聞いていただければと思うんですけど、今までだったらここにコンバースのチャックテーラーとかニューバランスとかレッドウィングのワークブーツとかそういう合わせが多かったと思うんですが、今年は割ときっちりした革靴をデニムオンデニムでも合わせようっていうのが今年のポイントですね。今年の気分ですね、わかりやすく言うと。ワークブーツとか
すごいカジュアルすぎないものの革靴、まあ去年だったら例えばパラブーツ合わせたりとか、あの全然いいんですよ。あの今年もそういう合わせもすると思うんですけども、今までだったらデニムオンデニムにこうちょっとね華奢な靴とかドレスっぽい靴は合わせなかったけど、今年は積極的に合わせたいっていうお話ですね。先日ご紹介した印ブーツなんかもね、デニムオンデニムスタイルにも非常にかっこいいと思うので、ぜひね今年はあのレザーシューズ、お持ちのレザーシューズをね合わせてみてはいかがでしょうか。続いて次は、デニムにトラウザース、要はちゃんとしたというかしっかりしたクラシックなテーラードパンツのコットンのものとウール素材のものを合わせたスタイルになります。あのラフなチノーズとかチノパンじゃなくて、割と、ね、きっちり作られたあのコットンのチノーズですね。それとあとはウールのトラウザースを合わせたコーディネートをご紹介したいと思います。まず最初にこちらのブラックのデニムジャケットに合わせたトラウザースのコーディネートが、こちらがウールのブラックウォッチのトラウザースを合わせております。こちらはベルウィッチのスコッチというモデルのトラウザースですね。はい、そこに黒のインナーのニットがジョンスメドレー、ラムウールの黒ネックニットになります。で足元が先日ご紹介したジェームウェストンのチェルシーブーツを合わせております。特にこのチェックのパンツを使ったコーディネーター、まあ私は去年からもよくやってるんですけども、デニムジャケットでもいいと思いますし、もう少し寒くなってきたら、まあ本当にこのニット、このパンツ、このブーツ合わせてライダースジャケットですね。ライダースジャケットに、この組み合わせをしてもいいと思っております、というかします、なのでライダースジャケット着たりデニムジャケット着たり、まあ気温とか、まあ、気分とかに合わせて組み合わせられる、まあ、あの一点一点ね非常にベーシックなアイテムになるんですけど、どちらかというとカジュアルショップで扱われているものというより、あのスーツとかをねきっちり展開されているショップで取り扱いの多いものの組み合わせにあえて、まあ、G ジャンとかライダースジャケットを合わせていこうというお話になります。あの色合いもこれ私個人的にすごい気に入っていて、こちら の, あのチェックのねトラウザーパンツはあのブラックウォッチの、去年私非常に気に入ってて、あのずっと履いてて、今年あの、まあ、仕事上あのベルウィッチのスコッチで私の会社の EC ストアで、展開しました、発売しました、まあ、多分これはあんまり売れないだろうなと、残るだろうなと、まあ、正直思ってたんですよ。こういう大きいチェックパンツですし、まあ、なかなか普通の人がねこういうのを、まあ、下手したらちょっと学生服っぽい服も見えたりもするので、まあ、ちょっと難しいだろうなと思ってたんですけども、まあ、結構早い時期にもう完売してしまいまして、あ、意外とこういうタータンチェックのねパンツなんかも興味持ってらっしゃる方多いんだなと思いました、本当に、ということで、あのご購入いただいた方々、あのぜひねこちら の, あのスタイリングとかを参考にしていただければ幸いでございます。もう一つ、ネイビーのコットンのネイビーパンツ の, あの組み合わせになるんですけども、こちらの、リーバイス557サードブルーデニムジャケットを組み合わせてみました。パンツはこちらもベルウィッチのグルカタイプのスコッチグルカというものですね。それに、ネイビーのコットンの素材のものを合わせております。ネイビーのチノパンとか、あと軍パンとか、例えばウールのトラウザーとか、意外とネイビーのパンツって実は組み合わせしにくいなとか、コーディネート組みにくいなって思ってらっしゃる方多いと思います。あの実は私もどちらかというとネイビーのパンツってあんまり得意ではない、重要視したことなかったんですけど、実はデニムジャケットには相性抜群にいいので、これはウールのパンツとかでもそうですし、イギリス軍のミリタリートラウザーとか、あとはこういうネイビーのねあのチノパンとかコットンパンツなんかも、あのネイビーのジャケットに合わせにくいんで、セットアップではない限り難しいなと思ってらっしゃる方いると思うんですけど、あの G ジャンとの相性は抜群にいいと思います。あとはあのスウェードの例えばベージュのライダースとか茶のライダースとか、そういう革ジャンとかにも非常に相性いいと思いますし、意外とねあのこうカジュアルアイテムとの相性はすごいいいので、まあ、テーラードジャケットになってしまうと、まあ、テーラードジャケットに合わせるんであれば、まあ、ブラウン系とかベージュ系とか、そういうものに合わせていただければ、あのネイビーのウールのパンツとかコットンパンツもコーディネートしやすいんじゃないかなと思います。なのでネイビーのトラウザーをお持ちでない方はちょっとねあのコットンでもウールでも、もうそれこそミリタリーパンツでもいいんですけども、一つねトライしてみてはいかがでしょうか。合わせてる、ニット、こちらは白のコットンのニットになるんですけども、ウールが 10% 入ってるのかな、今着てるものですね。こちらはあの春に購入したユニクロのニットになります。
で靴が茶の、ボードインランジの、ペルジャンシューズを合わせました。このブルーデニムジャケットはヴィンテージジーンズですし、古着感も非常にこう強いアイテムなので、合わせてるものは非常にスッキリしたものですね。柄とかも特に使わずに、白いニットにコットンのトラウザーにスウェードのスリッポンシューズということで、合わせをドレスっぽいまではいかないですが、割と綺麗なアイテムに合わせることによって G ジャンがより引き立つというか、大人っぽく着れるような感じのね、装いにしております。もちろんダメージ入ったジーンズにスニーカーとかそういうコーディネートも当然するんですが、決してねザ・アメカジっていうコーディネートが良くないって言ってるわけじゃなくて、どちらかっていうと私はザ・アメカジスタイルが非常に好きなので、ちょっと土臭かったりとかラギットだったりとか、そういう装いも非常に好きなので、私個人的にはやりますけど、大人の方が、G ジャンね、今までそんな着慣れてない方が G ジャンちょっとね気になるな、トライするしてみたいなと思った時に、どういう風な使い方すれば G ジャンがすんなりこう使えるかっていうお話をメインに今回はさせていただいております。なのでこれにまだヴィンテージのね、リーバイスの例えば501とか505とかにこういうヴィンテージデニムジャケット合わせてコンバースのチャックセーラー合わせるとか、そういうのが古着好きな方のそういうの定番のデニムスタイルとかっていうのはもちろんいいんですけれども、あんまりこうデニムジャケットを着慣れてない方におすすめする際のポイントをお話しさせていただきました。本当にリーバイスのものでもなくていいと思いますし、イタリアのブランドからプロデュースされてるデニムジャケットとか、あとはこう日本のデザイナーさんからプロデュースされてるデニムジャケットとか、あとはショップのオリジナルとか、いろんなね選択肢があるので、自己自身にね合うものを選んでいただければ良いかと思います。ちょっとねこう古着使ったりとかそういうものが多いので誤解されないように申し伝えておきますけども、あくまでも私がやってる動画は古着の動画ではございません。古着を使うことが多いですけど、古着を着ようっていうお話では全くないので、たまたま使うアイテムがね古着だったりすることが多いということなので、古着推しをしてるわけではございません。今回ね間に合わなかったんですけども、ある日本のブランドのデニムジャケットとジーンズをね私予約しております。まだ来てない、手元に届いてないんで、本当はねそれ届いてから、こういう古典的なねリーバイスのデニムジャケットとその日本のねデザイナーさんがプロデュースしてるデニムジャケットを使ってねお話もさせていただきたかったんですけども、ちょっとまだ手元にないので、今回はこの2つのリーバイスの557と70506を使ってお話しさせていただきました。そのブランドさんのデニム上下が届いたら、またデニムジャケットとかジーンズでも切り口はいいんですけど、もうパート2をねやりたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ということで今回はデニムジャケットのおすすめというお話をさせていただきました。どうもありがとうございます。